はい、皆さんこんにちは、前のりです。前回ですね、突き上げの動画でビラの突き上げポジションを紹介したんですけど、今回はアウトバックですね。アウトバックの突き上げポジション紹介していこうかなと思います。よろしくお願いします。で、アウトバックはね、特に攻めが苦手な方っていうのが結構いるような気がして、そこで突き上げポジションを覚えれば、攻めの幅も広がって、攻めるのもね、楽しくなると思うんで、ぜひこの動画で覚えていってください。さあ早速見ていきましょうか。まずはですね、もちろん2階なんですけど、選択娯楽の突き上げポジションを見ていきましょう。これね、結構簡単というか、いくつかあるんですけど、覚えるのは楽だと思います。一番よくあるポジション、ここですね。この僕はヤシの木って何の木だろうね、これね。ヤシの木の、この辺とかによくできますよね。補強されてて、こうやって見てとか。で、補強壁割れた後とかにもこの辺とかにね、盾置いたりとかありますけど、このヤシの木ですね。この覚え方なんですけど、下に行ってですね、この受付。はい。ここね、簡単に突き上げできます。僕だったらここから入っていきますね。受付入っていって、ここ突き上げます。で、ここで間違いやすいのが、ここのですね、NE 角。なんとなく突き上げって角に投げたく、フラグだったら投げたくなると思うんですけど、そうじゃなくてその逆側ですね。入り口の上、受付の N 側のこの入り口の上って感じで覚えればいいのかなと思うんですけど、なんとなくね、この、形、ここにヤシの木があるんで、突き上げれるポジションって、ここ見るとわかるかな？こういう風に、ラインがね、見えますかね？このなんとなくこの突き上げれるライン、ここね。はい、ここに、娯楽ルームがあるんですけど、そうなるともう一個ね、もう一ポジション一緒に覚えやすいのが、今覚えたのがここのヤシの木ですね。入り口の上、受付の入り口の上。でなると、次はですね、ついでに覚えてください。ミラポジ。ミラがいなくてもね、よくここ布教されてて、ここ開通とか、チームによるんですけど、ここに入ってることがよくあると思います。で、ミラーがあるとして、ここにミラーがあるとします。この壁ですね。はい。あるとします。そうしたときに、さっき見た入り口の上っていうのがここじゃないですか。で、そうするとすごいわかりやすいんですけど、よいしょ。はい、ここですね。なんとなくわかりますかね。ここに壁があるわけですね。この線に沿って。ってなると、ここですね。はい、ここ開けてもらうとわかりますけど、よいしょ。ここに、壁があります。ミラポジですね。ドローンで見よっか。よいしょ。はい、ドローンで見ると、よいしょ。ヤシの木がありまして、で、ここに壁がそのままね、ありましての、ここに、シャワールームの壁がありますと。ここですね。なので、ミラがあった場合、このヤシの木があって、ここに、シャワールームがあってってなるんですけど、ここから壊してもいいし、突き上げるんだったら、ここに向かってね、投げてもいいし。だから、両入り口ですね。ここの入り口、A2 の真上。で、覚えればいいのかな？この入り口の真上。この A2 が部屋の名前ですね。名前というか番号。ここが A1 なんですけど、A2 の真上。はい。で、覚えてもいいだろうし、ここでね、ここをまず覚えて、この、線があって、壁沿いの、ここですね、シャワー側を突き上げるって覚えてもいいだろうし。はい。で、ちなみになんですけど、なんとなくね、勘のいい方わかると思いますけど、このネイチャールーム入って、この辺ですね、もうちょっとこっちかな。このボックスが壁沿いになるんで、なんとなく。ここを開ければ、ここからもミラー壊せます。で、突き上げればここにいるシャワールームのね、よく敵がいるポジションも倒せます。なのでバックとか使ってる人は、よく相手はね、ここを開けて、落とし戸から降りれるようにしてることもあるんですけど、ここ警戒しつつですね、突き上げしたい方は、ここをドカンと打ってあげて、こうやって見れば、よく敵が来るのかなと思います。ミラーがある場合はここから壊してという感じになります。で、ネイチャールーム今、入って突き上げたんですけど、ここもですね、一緒に覚えてほしいのが、ネイチャールームから突き上げれる場所として、この、ピアノルームのここってよく敵がいるじゃないですか、ここね。あとここを登ってあそこ見てたりとかするんですけど、この辺、ここのピアノルームのどこにいるかって難しいんですけど、一番よくいるポジション、ここかな。はい、ここにいると、想定して、行った場合、ピアノルーム入れば、ネイチャールーム入れば、この突き上げもできるし、ここですね。ここもね、なんとなくわかりますかね、皆さん。構造というか、ここに今、ピアノルームのさっき突き下げた、工事した場所があるんですけど、ドローンで見ると、はい、この位置ですね。真下に僕がいますけど、簡単に分かりやすく言うと、ここの真上にですね、デフォカメがあります。このカメラ。はい。これで分かりやすいんじゃないかな。このネイチャールームの、突き上げれるこの天井ですね。の、NW 角にデフォカメがあるというふうに覚えていただければ、ここに落としようがあって、ここによく突き上げれる、敵がよくいる位置がこの位置に来るっていうのはなんとなく位置関係でね、デフォカメからの少し寄った位置っていうふうに覚えれば分かりやすいのかなと思います。さあ次行きましょうか。結構なんか面白い、なんか覚えるの面白いですよ。このアウトバックの突き上げポジション。続いてですね、ちょっと娯楽戻りますけど、ボムがですね、いつもここにあって、こうやってボム裏で待ってる子ってよくあるんですけど、ここかなり強ポで、ここも補強して、しっかりね、後ろから撃たれないようにして、ここで守ると思うんですけど、ここのね、ボム裏っていうのがすごい分かりやすくて、階段下にミールズって書いてるんですよ、これ。このミールズ。これの真上です。はい、なので突き上げたいんだったら、まあ、階段から来るっていう可能性も一応あるんで、それが怖いんですけど、この辺からね、ボーンって投げてもいいだろうし、はい、ミールズの上にボム裏があるって覚えてください。だからボムが大体この辺にあるのかな。だから、突き上げ結構ね、近い距離でできるんで、入ってきて、ここをボーン突き上げて、その後ここですね、ボーン突き上げてもいいだろうし、ここ入ってきて、ここからボーンって突き上げて、その後この辺ボーンって突き上げてもいいし。で、最後は、ここですね、ミールズ、ボム裏、突き上げてもいいだろうしと。結構ね、こうやって近い距離にあるんで、かなり覚えやすいのかなと思います。はい、これでなんとなく、この辺の突き上げポジション覚えたと思うんですけど、次ですね、このバンディポジション、あんまり、餅つき簡単にできないね、難しい場所ではあるんですけど、サッチャーがいないとか、特に最近ね、なんかサッチャーよくバンされたりするんですけど、サッチャーがバンされてたり、回路壊せないとかっていう場合に、一応ね、このキッチンに入って、この赤いパイプですね。パイプ横のこの電球これが、壁の境目がこれなので、まあ、赤いパイプのボム寄りに、こうやって突き上げてもらえれば、壁がこうやって見えるんで、下からね、回路壊すなり、餅つき阻止するなりしてみてください。はい。これでわかるかな、なんとなく。ちょっとこの後防衛に変わって、あと少しだけ紹介したいのがあるんでね。はい。というわけでちょっと防衛になったんですけど、次ですね、一応選択も見ていきましょうか。ここあんまりね、人がずっと、一定の場所にいるっていうことがそこまでないというか、うろちょろしたりするのがよくあるんですけど、一応ね、この、ボムの角。はい。この辺よくいますよね。で、可能性として、ミラーがね、ここに貼られてるっていう可能性も一応あるんで、このミラー窓を壊すっていうことも一応覚えるために、突き上げポジションで覚えておくと、このね、わかるかな？この、ブッシュレンジャールームのですね、一個だけ、こうやって探した、あ、ここにもあんのか。これ忘れてください。皆さん、忘れて。はい、忘れてもらって、この四角い電球、四角い照明があるんで、ここを突き上げてもらえれば簡単に、その位置突き上げれるんで覚えておいてください。簡単にね、ブッシュルームの四角い電気、ここを突き上げて角にいたらね、ここからも撃てるだろうし、ミラー窓があったらここから壊せると。で、一応、まあ、ここさえ覚えちゃえば、あ、角いるなって分かれば、ここですね。こう突き上げれば角になるんで、一応角付近ミラポジとして、この四角い電球というか照明って覚えておけばいいのかなと思います。はい、まあ大体そんなもんなんですけど、選択娯楽はね、まあ、よくあるのはここ別に紹介するまでもないと思いますけど、このですね、大部屋のここよくいますよね。こうやって、このねこっちから来る敵見てたりするんですけど、まあ、ここにいる場合カメラとか見てたりして。ここにいる場合はすごい簡単なんですけど、よいしょ。ここですね。はい、ここなんですけど、ここに、まあ、よく突き上げするじゃないですか、フラグとかで。そうなんですけど、結構ね、ちょっと寄ってたりするんですよ、こっちに。この角ってよりはこの辺、こうやって見てたりするんで、外をね。なのでここの方が、まあ、敵によっては突き上げれたりするんで、軽くね、この辺とかにドローン仕込んだりして、敵の位置軽く見ながら、よいしょ、下からですね。はい、ここから、この辺に突き上げるってよりは、入って、まあ、この辺かな。はい、突き上げるとかってやってもらえれば、まあ、もう少し、突き上げのね、成功率上がるのかなと思います。はい、ここですね。まあなんか敵に合わせて突き上げてみてください。はい、というわけでちょっと次ですね、オフィスパーティールーム見ていきましょうか。あそこはね、そこまでないです。うん、全然ない。はい、ここなんですけど、いや、全然ないわけないな。これ、他の動画、結構前の動画で紹介はしたんですけど、ここはね、めちゃめちゃ簡単、わかりやすいです。っていうのも上から見ても分かりやすいんですけど、このオフィスですね、よくいるポジションとして、ここの角、ボムの角、で、ここもたまにいるんですけど、ボムの角、それから、この E 通路のですね、角、はい、E 通路の角、それから、まあ、この位置ですね、はい、こうやって敵がよくいますよね、ここ。はい、これね、下から見るとめちゃめちゃ簡単です。まず E 通路から見ていきましょうか。この E 通路2個ですね、2箇所。これ超簡単です。というかもうここしか突き上げれないじゃんみたいなところでいいので、下入ってもらって、このギアショップですね。ギアショップのこうやって突き上げれる天井が、ここだけ、もう限られてて、ここは突き上げれないじゃないですか。はい、ここも外になってます。なので E 通路の角っていうのはここと、ここになります。なので突き上げたい場合は、ギアショップ行って、で、角、SE 角と NE 角に、まあ、フラグとか投げたり、ショットガン、まあ、ショットガンってフラグとかが一番いいんですけど、はい、突き上げてもらえれば倒せると思います。それからボムの角も超簡単。このコンプレッサー室の角。はい、ここなので、めちゃめちゃ簡単です。上にね、ドローンとか仕込んで、あ、ボムの角いるなって分かれば、ここ突き上げればいいし。で、それから、ボムの角よりちょっとボムより、とかだった場合は、このちょっとだけね、寄った位置に、ボムがこうやって表示されてると思うんで、そのちょっとだけ横、はい、ここに、投げてもらえれば、フラグね、突き上げれると思います。はい、基本的にはこの、1、2、3、4、こんだけなんでね、簡単だと思います。あとね、ここのマップの突き上げやすさっていうのが、最初話したように、向こうのね、娯楽選択もそうなんですけど、1階に入りやすい、まずエントリーしやすい位置に突き上げれるポジションがあるというのと、それから進んだ先ですね、突き上げたい場所っていうのが結構集結してる、ここ、ね、向こうの2つとかっていう風に集まってて、結構ね、時間かけずに簡単に突き上げれるんで、かなり、おすすめのポジションになってます、はい、意外とね、突き上げマップだと思うんで、アウトバックね。はい、まあそんな感じかな。あとはね、一応最後にパーティールームの角。よいしょ。ここですね。ここも覚えておいた方がいいのかな。ここはもうめちゃめちゃ簡単。ショットがなくなっちゃった。ちなみにこの E 側のこことか突き上げれないんで、まあ、ここは突き上げれますけど、ここでずっと待ってる敵ってそこまでいないんで、まあ、考えないでよくあるポジションとしてここ覚えてもらって、ついでにミラがいた場合に、まあここに貼ってたり、この壁のどっか貼ってたりするんですけど、それもめちゃめちゃ簡単です。まず角ですね。今のボムの角が、ここにね、ドリンクビアエブリデイって書いてますね。これの真上です。はい、ここ。で、覚えてください。もうこのドリンクビアで覚えてください。で、そう覚えちゃえば、ここがボムの角なんで、この横一列ですね。はい。で、この角。打って壊すと分かるかな。はい、ここに壁があるんで、これが、ガレージ側に向いてる壁ですね。ここにミラー窓があったりするんで、まあ、下から壊せると。で、この横一列に関しても、まあ、なんかこの辺とかね、とりあえず打って壊しとけば、この一列で見えるんで、どっかにミラー窓が見えるんでね。それから角に敵がいれば倒せばいいしっていう感じになります。はい。これでなんとなくもう覚えきれましたかね。はい。というわけで、アウトバックは以上ですね。とりあえず、前回の動画でもお話しましたけど、僕はこういう突き上げポジション、とりあえずは、忘れないようにノートにね、メモしてて、ヤシの木や受付の、N 側の入り口寄りの真上とかね、字で書いて自分の分かる、名称とかでね書いて覚えてもらったら、忘れないと思うんで、ぜひそういう風にしてみてほしいなと思います。はい、ということで今回はアウトバックの突き上げポジションを紹介してみました。いかがだったでしょうか。これでねアウトバックの攻めが好きになってくれれば嬉しいなと思います。はい、そのわけで皆様最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。